出たよフードファイター CM。 すみません、うどんとりあえず食べ過ぎなのよね。これでよっしゃってないいのいいのよそれで。あちょっと待って、これゲームが違う、同じ広告なのにゲームが違う。でスノーフレークピーフってなんや。とりあえず違うゲームか、同じ会社の違うゲームなんかな。まあ、ちょっとやってみるか。どうもおはようございます、藤夏健でございます。さあ、今日はですね、広告で見かけたマジックボールソートというゲームやっていきたいと思います。なんかね、ガチでお金がもらえるらしいんで、私も、スノーフレークビーフ、食べちゃおうかなみたいな、謎の食べ物ですけど、あ、これ動かしたらクリア。ちょっと待って、833.33円、ちょっと見覚えがありますね。これバズ、あのバブルポップみたいなやつと一緒ですね、全く。で5000円で換金っていうのも全く一緒ですね。なるほど。いや、ちょっと財布見たら広告出る仕様まで一緒ですね。そう、あのちょっと前にね、このバブルポップというゲームをやった。あ、これこれこれ、まさにこれよ。何や、同じ会社で何広告回してんのかこれは。まあ、とりあえずこのゲームとしてはですね、あの以前にもあの偽物のね、あの詐欺ゲームがあって、あの200ドルぐらい貯めたんかな、でも結局あのもらえませんでしたっていう、あのお金が売り切れてましたっていうね、あのクソ、あ一緒だな数字が、なんかまるっきり一緒っぽい。まあ、とりあえずちょっとどんどんやっていこう。あ、でも広告流れんかったね。まあ、徐々にこれ難易度も上がっていくのかなっていう感じで、まあ、こういう系統のゲームはもう若干ね、その昔やった詐欺ゲームでめちゃくちゃやってるんで、まあ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 、なんか一ステージ一ステージ終わるのが結構早いので、はい、とりあえず今レベル10まで来て、あのレベル10になるとスーパープライズ、あの前回の動画の時でスーパーサプライズって、あの僕勘違いしてたんですけど、スーパープライズでしたね。コメント欄でめちゃくちゃ言われてましたね。まあまあ、スーパープライズがいくらぐらいになるのかっていうのも、若干気になるところですが、あーちょっと広告ね、もうこの辺の仕様マジで全部一緒だな。さあ、おい、あ、408円なので、まあそうですね、いや今100円ちょっとなんで、やっぱ3倍っていうところも一緒っぽいですね。で、試験管の数最初の頃は徐々に徐々にこう増えてたんですが、今のところまだ7個ですね。7試験管でやってるんで、まあ試験管7個だったら余裕なのよ。さて、まあ33だいぶ減りましたね。でなんだ、試験管さっき7個やったのなんでステージレベルが上がってちょっと、簡単になるんだっていうね、そこのちょっと疑問はありますけれども、まあまあまあ、とりあえず OK ですね。まあ難しくはないんでサクサクいける感じですね。まあ、ほらほら、もう似たようなゲームの広告出してくるよこれも。またよし、まあどんなゲームかとか、まあどんなゲームか分かってたけど、まあとりあえず分かったんで、あのガッツリやり込んでいこうと思います。さあ、ここからはひたすらこのゲームをやり続けました。現在15倍速でお届けしております。15倍速で見ていただけると分かると思うんですが、クリアをするたびに5秒広告が流れる。もうこれだけでね、もう若干不愉快。っていうかもう なんでしょう、バブルポップの時はあの1ステージ1ステージが結構長かったから良かったんですけど、このゲームマジですぐ終わるんで、すぐ終わってすぐ広告見てみたいな、それの繰り返しになるんですよね。でスタミナを20個全部消費すると、30秒広告を見て、スタミナを2ずつ回復して、みたいなことをずっと繰り返していきました。まあなかなかの苦行でしたかね。さ、今のところですね、もらえる報酬がまあ1桁にはなってきたんですけども、ステージ自体がね、なんかあんまり難しくなってきてないので、結構ねサクサククリアできていく感じなんですよ。まあ何回かちょっとあのミスってね、あの積んだりもしたんですけど、まあある程度ちょっと考えながらやれば、まあ1ステージ1分もかからずにクリアができる状態なので、まあその分ね、広告でちょっと時間はかかりますけれども。さあ、スーパープライズで39円ですね。まあまあまあもらえてますよね。 OK、とりあえずですね、あでも試験管初めてですね、8個になりましたね。今まで7個がマックスだったんですけど、8個になってくるとちょっと考えないと積むぞってな感じですかね。まあただただね、昔あのゴールデンバブルソートの時はね、あの15個とかあったんで、それ比べはまあ余裕です。
よし、とりあえず 3.7 円ですね。でちょっとねさっき自分の前回の動画を見直したんですけど、バブルポップのやつが、レベル103をクリアした時点で 3.44 円だったということを確認しました。なのでそこまで含め全部一緒なのかどうなのか、つまりこれが一緒だということはどういうことかというと、もう結局のところそのもらえるお金の額のアルゴリズム的なやつがあって、もう5000円に絶対いかないやつ、無限にやったらちょうど5000円になるよぐらいのプログラムが組まれてて、自動計算でね毎回いくらって出るわけじゃない。ちょっと待ってちょっと待って、ここから見といてください。ほら最初ハテナってなってるでしょ。ハテナって出て 3.65 円って出るんですよ。つまりこれ毎回なんか計算してるんですよ。今レベルが97で、こうなってくるとみたいな計算をしてからいくらですよってこう提示されてると思ってるんです僕は。なのでなんかそういう5000円に絶対いかないような計算式みたいなのがあって、それでこの弾き出した数字を出してるんじゃないかと。でそのプログラムを前回のバブルポップと一緒のものを導入してたらこれ絶対いかないわけですから、っていうのの証明になるんじゃないかなということでね、とりあえずちょっと103の時の額が 3.44 円なのかどうなのか、そこはちょっとね言ってみようかなと思います。でもダンタン多いなおい。はい、今因縁のレベル103にやってきました。102で今 3.48 だったんで、まあいいところですね。 3.44 になりそうだなって感じはありましたね。で試験管がね10個のステージになってくると割とちゃんと考えないとマジで詰むんで、で詰んだら残念なことでスタミナを1消費してしまうので、また30秒広告をね、見せられてしまうということになるんで、でしかも前回と同じく、30秒広告で復活できるのが1日20回までなんで、そう結局のところ、1日1時間半ぐらいやったらもうやれなくなるんですよね、っていう感じなので、ちょっとねなるべくミスりたくないんですよね。一応ちょっと頭の中で考えながら、ちょっとミスらないように、やってあります。OK、もうこれいきましたね。はい、これもうクリアなんですけれども、はいはいはい、OK、さあこれで 3.44 かどうかですよ。ここですよ問題は。さあ、そうかさあどうでしょう。全く同じでした。いやもうまあ分かってたけどね、もう正直分かってたけど、ただこれをめちゃくちゃ繰り返してどれぐらいその下がっていくのかっていうのも若干気になるんで、これでバブルポップの時と違って一ステージがマジで結構サクサク進めるから、正直ここまで来るのそこまで時間かかってないですよね。多分延べゲームやってた時間で言うと3時間いってないんじゃないかぐらいで来れてるんで、もうちょいちょっとね進んでみてどれぐらいまで下がるのかとかちょっと見てみようかなと思います。ここからまたね、ちょっと150とか200とかぐらいまで目指してやっていこうと、結構頑張ってたんですけど、まあこれでちょっと見ていただければ分かると思いますが15倍速なんですが、やっぱねちょっと考えないと詰まっちゃうよっていう感じなんでね、気持ちやっぱ一ステージに時間かかるようにはなってきましたね。でやはりスタミナがなくなるとまたね相変わらず30秒広告見てスタミナ貯めての繰り返しなので、1日にやれるのがね40ステージぐらいしかないですよね。なのでまあまあ何日に分けて、ちょこちょこねずっと、このクソ作業を続けました。はい、ということでちまちまやってですねレベル153のところまで今来てるんですけども、まあもらえる額もめちゃくちゃ少なくなって、で今試験管の数もですね10個だったり11個だったりしてて、結構ね一ステージクリアするのが結構大変になってきてます。ちゃんと考えないとすぐ詰むんでね、これ見た目以上にね結構ゲームとしては面白いんです。ちゃんと難しいし、ただ検証をしようとすると、現時点でですねステージ700ぐらいまでいかないと、達成しないよっていう状態、ずっとプラス600ぐらいクリアしないと、5000円にならないよっていう数字が続いてます。多分これずっとそんな感じが続くなと思いますね。はい、ということで、まあ、クリアはできましたけれども、で広告流れるよね。はい、ほんで、もらえる額が 2.31 円ということで、現在もらえてる額が、はい、3635円ということで、まあ、実質あと700ステージぐらいクリアしないと、5000円には達しませんよということですね。でそこに行くまでにまあ50時間ぐらいはかかるのかな。で、まあ、仮にそれでもらえたとしても50時間で5000円なんで時給換算すると100円ということなんでね、こんなクソゲーをやるぐらいならアルバイトをした方が絶対にいいです。絶対ダウンロード
用として遊ばないようにお願いします。で、なんだったら5000円なんか絶対もらえません。最後までご視聴ありがとうございました。